人気店の看板メニュー。続いては地元ブランド食材を使ったランチをご紹介。浜松市西区古東町老舗製油所の敷地内にある古民家キッチン F スタイル。築120年の古民家で味わえるこだわりの手作りメニューが人気です。地産地消ですとか、地元の食材、あとはお隣のですね、美味しい油を使ってですね、古民家の落ち着いた雰囲気の中で美味しい食事をしていただければなと思ってやっています。そんなお店の看板メニューが三ヶ日牛のローストビーフ丼。地元の三ヶ日牛塊のまま仕入れて真空低温調理で作ってるんですが、臭みがあまりないっていうのと、適度な油のサシの入り方、ジューシーなお肉汁ですとか、その辺が結構気に入って使ってますね。ローストビーフはあえて薄く小さめにカット、ご飯と一緒に食べやすくしています。また肉の部位やご飯、ソースの種類が選べるんです。好みに合わせたローストビーフ丼を味わうことができるのも嬉しいところ。もう一つの看板メニューが奥浜の湖で飼育されているブランド豚龍神豚を使ったワンプレート。特徴としては臭みがないっていうのと、脂の甘さがくどくなくてすごくあっさりしながらコクもある、非常に美味しい豚肉になってますね。こちらは肉の部位とパンが選べます。もちもちのじゃがいもパンの他に、お肉と相性抜群デニッシュ食パンもありますよ。泉州の地元食材をたっぷり召し上がっていただこうかなというところでやってます。というのが1日限定15食のローストビーフかポークの浜北産茶そばセット。自慢のローストビーフかポークがメイン。そしてこちらは地元で作られた茶そば、優しい味わいです。さらに遠州灘のしらすと桜えびを16穀米にのせたご飯や三ヶ日牛のしぐれ煮、自家製豆腐の温やっこなど盛りだくさん。あったかメニューで心もお腹もほっこりです。さらにテイクアウト専用のメニューも充実。こちらは日南鶏の鳥鳥丼、九州宮崎の日南鶏を使った照り焼きチキン丼と、衣がパリッとしてごまの風味が感じられる特製黒唐揚げのセットです。そしてこちらは F スタイルの3種丼、照り焼きチキン丼に自家製ローストビーフ、ローストポークがセットに、3種のお肉が楽しめます。地元の食材を使った手作りランチが楽しめる古民家キッチン F スタイルです。